富豪じゃなくても買える説と、うん、まあ、買えるでしょ。なんかバセットローンってあるんだって。最初に安いお金で乗れる300万円お釣りしてるからね。店長お疲れ様です。お疲れ様です。巷で聞いたんですよ、噂を。ランボルギーニは富豪じゃなくても買える説というものをちょっと聞きまして、本当なのかっていうのをちょっと社長なら知ってるんじゃないかと思って。買えるでしょ、富豪じゃなくても。その富豪ってどこからどこまでが富豪なのか分かんないけど世間一般の給料の人でも買えるかってことだよね。そういうことですね、はい、買えるポイントっていくつかあるんですか。ランボルギーニっつってもさ、ピンからキリまであるわけよ。それこそてっぺん見れば SVJ もう、そうそう、だから1億近いのもあるし、まあ、限定車だったらね2億3億とかするやつもあるわけじゃん。でも安いのだと1000万1000ちょいとかさ、そういうのであるわけよ、ね、そのどこを狙うかっつう話じゃん。でも1000万ってやっぱりなんかちょっと普通の給料の方だと、まあね、ちょっとハードルがね。でもだよ、よく考えてよ、俺アルファードとか持ってんじゃん、エグゼクティブラウンジとか、あれとかもやっぱ1000万近いからね、なんだかんだ。だから、まあ、まあ中古だけど、中古になっちゃうけど1000万ちょいでランボルギーニ買えるって言ったら、まあコスパは俺悪くないと思うんだよね。1000万ちょいとかで買ったランボルギーニって、うん、いくらぐらいで売れる。いやだからこれが、はい、じゃあ例えばね、はい、1000万円のベンツを買いましたと。で3年乗りました。で3年売却後ってなったらもう半値だよ、売り値が。でじゃあランボルギーニで、まあ、まあ1000万円のランボルギーニあるか分かんないけど、まあ、1000万円のランボルギーニ仮に買ったとして3年乗って、じゃあ半値になるかさ、ならない。なんなら買った値段ぐらいで売れちゃうかもしれないし、ちょっと儲かっちゃうかもしれない。今ならそう考えると、そうだ、損はしないんだよ。結局ちょっと頭金ちょっと必要かなぐらいで、 そこ乗り越えれば意外と全然乗れちゃうってことですね。で、あとさ、なんか俺使ったことないから何とも言えないんだけど、なんかバセットローンってあるんだって。何ですかそれは。なんかね、例えば3年間は毎月10万円で、3年後にいきなり20万とか30万とかになっちゃうの、ローンがボーンって上がっちゃうの。でもそのオーナーさんからすると、最初に安いお金で乗れるっていうメリットがあったりするらしい。まあ最終的に一緒なんだけどね。でその安く乗っている間がちょっと終わってきたかなと、そういう時に売っちゃって、まあ売っちゃう人もいるし、なんかローン組み直したりとかする人もいるらしいんだけど、そういう買い方もできるよね、売っちゃうと。買い方にもいろんな種類があるから、意外と一回話聞きに行ってみると、うん、そう、なんかいろんな買い方がある。あ、例えば残価設定とかもさ、残価設定わかる。ランボルギーニだったら3年後に大体 70% ぐらいで、あ、そう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 、売れるからこんぐらいのローンでやりましょうみたいな。だから要はね、で1000万円を丸々ローン組むとするんじゃない。だから、まあ、均等割になるじゃん。でそれじゃなくて、まあ、例えば5年後に、まあ、絶対いくら、もうランボルギーニだから値段がつくわけじゃん。残価が 30% ついたとしたら、要は 30% 抜いたらさ、700万円じゃん、1000万円の車だったら。700万をローン組みましょうと。だそういう買い方もできる。それがある意味そのランボルギーニとかスーパーカーだと、うん、その残価設定が高くなりやすいから、そうそうそう、安く乗りやすいよねみたいな。だ多分、まあ、普通の国産車とかでもそういう買い方できるんだろうけど、まあ、価格はやっぱりそういうランボルギーニとかフェラーリとかのが、まあ、残るよね。なんだろう、これ、まあ、俺どっちがいい悪いじゃないと思うんだけどね、まあ、一括で買うのも俺すげえいいと思うの。でローンが嫌いな人とかもいるじゃん。でもなんかじゃあ1000万円2000万円貯まるまで我慢して我慢して我慢して、それで現金でバン買っていう人ももちろんいるじゃん。でも例えば手持ちのね2、300万円だけ頭金入れて買ってローンを払うねっていうパターンもあるじゃん。だどっちがいいかって、まあ難しいとこだけど、俺すぐ乗りたいんだったらもう今でしょと思うんだよね。車のローンほどさ優遇されてるローンねえからね。だって今なんか金利やすいし、自動車ローンってね一番ね組みやすいんだよ。金利もね昔よりは全然安いしさ。だって俺が若い頃のオートローンなんてさ、もうひどいよ。なんかもう 8% とか 9% とかで年利。年利で 8% と 9% ですか。そうだよ。だ今なんかさ、ディーラーで新車で買えばさ、はい、なんか 0.9 とかさ、はい、そんなんあるし、普通の車屋さんで買ったって 1.9 とかさ、まあ 2% だよ、高くても 2、3%。 全然それうまく使った方がいいと思うよ。そういう意味だと、じゃあ車好きの視聴者の皆様は、うん、今こそ意外と買うタイミングなんじゃないかと。そう、貯金するして頑張って頑張って買うのも俺は全然いいと思うけど、今乗りたいなら、まあ、そういう使い方もできる。なんか頑張る動機にもなりそうですよね。そう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 、モチベーションになったりするじゃん、その元があるとさ。そうですね。あともう一個ローンでちょっと言っときたいのが、例えばさ1000万円のローン
組むじゃない、払い終わるとするじゃん。それってもうその人の信用になっていくわけ。だから次にじゃあ1500万の車買うってたらローン通るかもしれないし、2000万の車買うってたらローン通るかもしれないじゃん。こういうのって物の、物の信用がさ、こうポンポンポンって上がってくるもんだから、なんかそういうのも大事だよね。その信用をどんどん積んでいって、うん、それこそ狙いの車をしっかりローン組めるようにしておくっていう、うん、だってさ、今までじゃあ現金でさ1000万円の車、じゃあ現金貯めました、1000万買いました、はい次2000万円の車欲しいです、2000万円貯めました、買いました、次5000万円の車です、5000万円たまりづらい、これ5000万円って結構、じゃあ2000万円だけローン組んで3000万ローン組むってなった時に、はい、じゃあローンが組めませんみたいなになっちゃう。だから若い頃からこうやって信用つけていった方がいいと思う。よっぽどさ手持ちでお金余ってる人は俺一括でも全然いいと思うんだよね、社長みたいに。まあまあ富豪の方はそうだから、まあそういうわけじゃないけどまあ一般の人でもさ、はい、持ってる人いるじゃない、そうやって普通にさ。そうですね、そういう人はね、まあ、それでいいと思うんだけど、はい、前も言ったかもしれないけどさ、うちの従業員でさ1300万かな、ガヤルドスパイダーを買った子がいるのね。すごいですよね。うちの社員でまだいるんだけど、あ300万円頭入れたのに1000万円をローン組んだわけ。毎月10万ぐらい払ったわけよ、十何万だが、はい、で3年後に彼は結婚するわけ。結婚して 家買うっつんで、ランボルギーニを手放そうと、まあ売ろうと思ったわけね。いろいろこうなんていうの、家族もできてお金かかるっつんで、はい、そしたら、300万円、あの要はほら売ってさ、ローンと残債でこうプラスマイナスあるわけじゃない。そうですね。そう、それで結局どうなったかというと300万円お釣りしてるからね。でなんかその300万円家の頭金にしてたけど、意外とじゃあスーパーカーは思い切って買っちゃっても意外となんとかなっちゃうわけですね、うん、ちなみになんか結構維持費というかそういうところもなんかちょっと買うときに怖くなっちゃうところかなと思うんですけど。そうなんだよね。フェラーリとかだとオイル交換とかが7年無料みたいな、新車とかで買うとね、そうそうそう。スーパーカーの中では割とフェラーリとかが買いやすいんですか。まあなんか別に何でもいいんじゃない、まあ、結論で言うと。だって中古で1000万円のフェラーリ買ったって7年オイル交換もじゃついてないから、まあ例えば1000万ちょいとか狙ってくんだったらもうぶっちゃけ何でもいいんじゃない、はい、あんまりねちょっと程度悪いの買ってもね、いろいろ金かかるからさ。あとよく言われてんのがさ、年収と買える車同じだよみたいな。でもその理論でいくと、うん、年収1000万必要ですよね。そうだね、だから1000万欲しいかもね社員さん買われたじゃないですか、うん、社員さんは年収やっぱり1000万ぐらいは、ああもう全然あったね、1500ぐらいあったんじゃない。だから同じぐらいだよね、年収通りってことですね。そうだね、さすがブシュートメさんだ思うと、まあ、多少やっぱり富豪にならなければならないわけですね。1000万欲しいかもしれないな。ということで、うん、OK、今日はちょっとその説について分かりました、はい、させていただきました、はい、じゃあ頑張ってスーパーカー乗りましょう。はい、はい